4試合終えて、まず率直に今どう捉えてますか？いや、まあまあ本当にまだ始まったばっかりですけど、まあこの段階でも危機感を持ちながらやる必要はあるなっていうふうには自分の中で思ってます。はい、まあ超攻撃的サッカーっていうふうにミシャさんのサッカーはそういうスタイルなのに、まだ4試合終えて1得点しかできてないっていうところもありますし、まあ、それはその、まあ、ピッチコンディションとかもいろいろあるかもしれないですけど、まあでもそういった中でもやっぱりそういう得点のところだとか、まあ、戦うっていうところが自分がしっかり、まあ、自分がっていうか、まあ、個人個人でもっともっと戦う必要はあるなっていうふうに感じています。まあ、勝ちに行かなきゃいけないっていうような、まあ、相手も J2 から上がってきた柱でもあったので、まあ、しっかりここで勝つっていうところで、まあ、前半は、まあ、前に入ったタイミングで勢いよく突破っていうか、まあ、駆け上がりっていうのはできて、まあ、チェックとのその連携っていうところも、まあ、良かったのかなっていうふうには思いますけど、いや、まあ、狙いは相手も来てなかったですし、まあ、自分の中では選択としては間違ってないとは思ってますけど、やっぱそれを、まあ、枠に飛ばしてはいますけど、そのボテボテのシュートになっちゃってるので、やっぱその一本一本の、まあ、でもまあピッチコンディションもこういう状況なんで、まあ、難しいは難しいですけど、そこでもやっぱり合わせていかないといけないなというふうには思います。東洋の持ち味っていうのはやっぱり前への推進力っていうところだと思うので、まあ、攻撃でも守備の面でも、まあ、突っ込んでいけるっていうのはあるので、まあ、そこは自分がその東野とはやっぱタイプが違うので、その突破っていうところはやっぱできない回数っていうのは多いので、まあ、そういうところはやっぱりその自分がなんかバランス見ながらっていうのはまああるんですけど、まあ、東野もまあ、結構コンスタントに試合出れたのは今年で2年目ですかね、うん、そうですね。なんで、まあ、やっぱ勢いを持ってやっぱやっちゃうと思うんで、うん、まあ、そこは自分が、まあ、バランス取りながらっていう感じですね。ウィングバックに入った時、とんでもない運動量じゃないですか。どうなんですか？やっぱきついですよ、結構やっぱりそのうちはここ4試合本当にその、うん、あのまあ鳥栖の時はまああれでしたけど、まあ、結構緩い、まあ、ドームも結構やっぱあのそのなんていうんですか、その雪から、まあ、みんなが出してくれてっていう感じの芝なんで、やっぱ下は緩くなってるで、やっぱそこでの上下動っていうのはめっちゃきついんで、そこでまあ東野がやっぱ縦にまあ行ってくれるっていうのは助かりますね。さっき出たオフの話を聞いてますか？はい、まあ、横浜で福森選手と会わせていただきました。連れて帰ってこようかなと思ったんですけど、まあ拓磨君のためだけじゃないですけど、勝たせてあげたいですね。勝ちたいですね。勝ちたいですね。そろそろ。